Hey you, use code STUSH. Get yourself a discount. STUSH Gaming. Get your game on. なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。撃て撃て。にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。
失礼。あまりお見かけし、本日はどちらから？横浜？随分と遠い。ここはまほろばの里。長い長い旅をして来られたと。見ての通り、ここは茶屋。私はクオン。どうぞお見知りおきください。よう。目覚めたか？体の調子はどうだ？しがない研究助手ってとこだ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。お前、名前は？俺は時継ぐだ。よろしく。博士がお前に用があるらしい。あ、丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな。取って食われねえように気をつけろよ。いらっしゃい。今日はど、これからも腕を磨いていきます。いらっしゃい。ありがとうございました。誰だ？私の研究所に勝手に。お前は時継ぐに聞いてきたか。また余計なこと。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。知らんなだな。やはり里のものでは。お前は里の近くの森に倒れていた。横浜？何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。うん。横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここに。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか？ここはまほろばの里。横浜からはるか西、直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に横浜は10年前に放棄された。もうあそこに。10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ、もしお前が横浜で戦っていたとする。そいつの身元は分かったか？よう、またどうした？どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、随分機嫌は。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究にあって。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。
結界がある以上は簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもりだ。そうか、お前はモノノフだったな。鬼と戦うつもりか。心悪いが、お前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ、装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったの。おいおい、嫌な予感。あまり動くな、手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。ん？これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなす。といっても初の実証試験だ。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台に。あっはっはっ、ふざけんな、こんなもん。言っておくが、無理に外そうとするなよ。そんなもん人の手につき。いいから黙って。私行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな、私たちもモノノフ。鬼を撃つ鬼。鬼を撃つ。V 破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。V 破壊を確認。集中攻撃をかけよう。消失を確認。逃げた。